大丈夫ですか？安心してください。さすが元特急隊ですね。次仙崎。はい、進めよ。どうしてああいうやり方をした？突然目の前から救助者が消えたら要救助者はパニクるかもしれないぞ。あのまま近づいてしがみつかれるよりパニクってもいいから後ろに回った方が安全だと思いました。池澤さんが救助方法にマニュアルはないと言ったから。よし、いいだろう。バディらしくなってきたな、あの二人。インストラクター？手伝ってくれって頼まれたんだよ。別所さんの知り合いのやってるダイビングスクールだって。仕事で毎日潜ってるのになんで休みの日まで。大輔ちゃん、お前先輩の言うこと聞けないの？俺だって無理やり連れてかれるんですよ。嫌ですよ。もう大輔さん、嫌だ。大輔、絶対に嫌だ。もう勘弁してくださいよ。よろしくお願いします。はい、集合。はい、マジかよ。別所さん、上がれません。早く来い。はい。パラダイスだぜ。別所さん、もう死んでもいいです。じゃあ死ね。はい。別所さん、嫌なら帰っていいんだよ。帰りません。大輔さんで大ちゃんで。やっぱり先輩の言うことは聞くもんだ。でも俺は何も知らなかった。この後に待っている辛い出来事を。中心性網膜症ですね。池澤さんは海上保安庁の潜水士ですか。長く続けていくのは厳しいんじゃないでしょうか。人の命に関わる大事なお仕事ですからね。ムチムチだったな。ピチピチだったな。プリプリでしたね。いいなあ、ちくしょう。いやらしいですよ、皆さん。本当最低だよね、この人たち。もうカンナさんにね、チクってやってください。本当、大輔くんまで。でもそいつはパラダイスだよな。いや、ろくなもんじゃないよ、先生なんか。私もダイビング習いたいです。教えてあげるよ。俺たちが。俺も。先生死んだらやばった。また誘ってください、別所さん。俺も。お俺もお願いします。お前ダメだ。髪型がデッキブラシみたいだから。何言うんですか、本当に。先生、これからは俺が毎日入るからな。は？
なんすかそれ。いや俺あそこのインストラクターなんだよ。え？いやあそこのオーナーに誘われちゃってさ。何言ってんすか別所さん。海保はバイト禁止ですよ。バイトじゃねえもん。俺海保辞めんだよ。辞める？うん。あっちの方がずっと仕事楽でずっと給料いいんだよ。断るのがいねえだろ。おかわり。冗談はやめてよ別所さん。嘘でしょ。マジで辞めるんですか。うん。俺はどうなるんですか。こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。長島どうするんですか。どうするって。いや別に誰かと組めばいいんじゃねえの。市長さん、ふざけないでくださいよ。長島、ふざけんなよ。そんな理由で解放をやめるんですか。別所さん、長島やめろ。何がやるんだよ。やめろ。ふざけんなよ。やめろってやめろって。わけわかんねえよ。冗談じゃねえよ。おい、与党が追っかけろ。はい。別所さん、長島に謝った方がいいですよ。シャレになってませんよ。だからね、俺は辞めるの。よし、今日俺奢ってやるよ。別所さん、ごめんなさいね、おやつ割れちゃって。嘘でした。別所さんと長島はバディなんだよ。バディ。俺たちは海の中ではバディと一緒に行動するんだ。お互いの命を預け合うような、そういうパートナーなんだよ。大輔君のバディは？池澤さん。特急隊から来てる人でさ。特急隊。人命救助のために生死の狭間で戦う海上保安庁のエキスパート集団、特殊救難隊、通称特急隊。優秀な潜水士から選抜されたエリートたちで組織された特急隊は、全国あらゆる場所で起きる海難救助にヘリコプターで駆けつける。高波、強風、視界不良など過酷な状況における救助活動が彼らの主たる舞台である。あなたのパパはね、あそこに帰りたいんだって。わずか36名の精鋭たちは。どうしたの。ビール。いつもなら身を乗り出してみてるのに。おかしいですね。どうして戻らないんだ。特急隊から声がかかったんだぞ。なんで潜水士を辞めるんだ。中心性網膜症だと診断されました。実は少し前から左目に異常を感じていて、ストレスが原因の一つだそうです。もし治ったとしても、今の潜水士のような仕事を続けている限り何度も再発する可能性が高いと言われました。いずれ日常生活にも支障を来たすようになるだろうと。どこの病院に行ったんだ。他の医者の意見も聞いてみたの。何件も回りましたよ。何件も。どこに行っても同じことを言われました。
池田さん、別所さんのこと聞きました？ああ、昨日オーシャンズで中島が暴れちゃって大変でしたよ。そういえば池田さんとオーシャンズ来たことありませんよね。流れのみんなしょっちゅうあそこに集まってますよ。先崎。はい。俺も辞めるんだ。は？この船降りて陸上勤務に移る。池田さん、辞めるって。特急隊はもう戻らない。だからこれ以上潜水士を続ける意味がなくなった。ごちそうさま。辞める理由は？別所はダイビングインストラクターに転職したいと。池澤は中心性網膜症という病気が理由です。別所は本気じゃありませんよ。いつも真っ先に飛び込んでいくあいつが。でも池澤は仕方ありませんね。逆じゃないのかな。あ、スポーツ選手が引退する時の理由は大体2つだ。1つは力の限界が見えた時。池澤さんですか？もう一つは闘志を失った時。別所がですか？闘志を失ったら本当にもうおしまいだ。しかし力の限界はなかなか諦めがつかん。寂しがってるぞ。長島だけに本当のこと言ってやったらどうだ。お前のバディだぞ。俺も昔潜水士を辞めようかと思ったことがあった。バディに大怪我をさせてな。もう少しで死なせるとこだった。死なずに済んでよかったじゃないですか。死なせてから辞めても遅いでしょう。
寄ってく？今日はやめとく。じゃあうちは？え？コーヒーぐらいなら入れられるけど。なんか緊張すんな。やっと笑った。え？仕事で何かあった？池澤さんが辞めるんだ。え？長島の心配してる場合じゃなくなっちゃったよ。ショックでさ、特急隊に戻らないから潜水士辞めるって言うんだ。池澤さんにとって俺はどうでもいい存在なんだなって。こういう時なんて言ってあげればいいんだろう。私は大輔君の仕事のことよくわかんないし、だから簡単に元気出してなんて言えない。一人で抱え込まないで。恋人ってこういう時こそ必要なんじゃないのかな。特急隊って魅力的なとこなんですね。頑張ったら俺も入れるかな。正直池澤さんにはもっといろいろ教えてもらいたかったんです。この間のプール訓練の時、池澤さんよしって言ってくれたじゃないですか。俺めちゃくちゃ嬉しかったんです。ファミリーで奥さんいらっしゃるんですか？いや、そっか、もうすぐ赤ちゃん生まれるんですもんね。中にようこそ。中は結構広いだろ。あ、足元気をつけて。こうい
とこなんか古いだろう。28年前に作られた老朽船だからな。でもピッカピカ毎日磨いてるもん俺たち。あ、ここが潜水準備室。何か起きたら2分以内にここに集まってミーティングして海に出ると。それからこっちが食堂。案内してもっと。いや、いいよ、見たってしょうがないじゃない、去年と変わんないって。別所さんはどちらにいらっしゃるの？いや、もう何度も挨拶してるじゃない。え、こっち？もう何よ、もう何よ、もう何よ、足取りすぎだよ。もう恥ずかしいから。あ、じゃあごめんね、足元気をつけてね。これが20ミリ機関砲。1キロ先のさ、これぐらいの的に命中できるの。大輔くんもこれ撃つの？まあ、訓練だよね。ちょっと来て。来なくていいって言っただろう。大丈夫よ、今日は体調いいから。池澤さん。ああ、千崎さん、こんにちは。こんにちは。仕事の話は一切するな。はい、ちょっと飲み物持ってくれ。ありがとう。俺行きますよ。いえいえ。ねえ、こちらの方は？伊沢カンナです。カンナさん素敵な名前ね仙崎さんの彼女？まあ、一応暑い。何ヶ月なんですか？8ヶ月目に入ったところ。触ってもいいですか？ああ、どうぞどうぞ。あ、仙崎さんも触って。いや、俺はいいですはい、流れです。観音崎沖で貨物船が座礁、転覆。現在 PM 巡視船2隻、 PC 巡視船3隻による救助活動進行中。流れも応援に向かってください。横浜ハーブより緊急出航命令。乗組員は直ちに出航準備。ご家族ご友人の皆様は速やかに下船してください。繰り返し、乗組員は直ちに出航準備。ナオコさん、立てますか？すいません、ごめんなさい、どうもすいません。また店行くから、本当にごめん。すいません、迷惑だから。ナオコ、大丈夫か？うん、私が。すいません、お願いします。カンナ、ごめんな。先生、行くぞ。はい、ごめんな。出航準備整いました。よし、出航だ。停留策離せ。座礁、転覆したのはインドネシア船籍の貨物船ステラ14439トン。乗組員は日本人を含め13名。現場には積み荷の木材が散乱しているとの報告が入っています。現場近いぞ、急げ。はい、はい。貨物船水没、乗組員12名救助、1名が船内に取り残された模様です。流れが間もなく現場に到着。船内に取り残されているインドネシア人乗務員の男性1名。巡視船5隻での木材の回収作業は間もなく終了。要救助者の現在地。現場海域に到着しました。潜水班準備。潜水班準備。これより潜水捜索を行う。現場では余計なこと考えるな。バディを信じろ。はい、流れ。よし、残った木材が故障してくる可能性が大きい。ドローします。はい、決めよう、決めます。決めよう、決めよう。これから離れんなよ。はい。潜水士は海の中ですか？
船内に残された乗組員の救助に向かったところです。パパ大丈夫？早く出たわね。沈没船横転、一時退避する。現場付近には早い潮流があって沈没船が海底で横転した模様です。船内にはまだ要救助者1名と流れている人6名が船内に。撤収の合図出せ。撤収の合図出せ。撤収命令、撤収命令。直ちに撤収せよ、直ちに撤収せよ。7名の状況はまだ確認が取れてません。潜水士浮上せず、要救助者1名の状況も確認できず。手握っててもいい？大丈夫ですよ、池澤さんはベテランなんですから。そうよね、ここで怪我なんてしたら元救急隊に戻れなくなっちゃう。え？池澤さんが特救隊に戻らないから潜水士辞めるって言うんだ。視界極めて不良、赤潮の影響で視界不良。横転に巻き込まれた潜水士はいないか？潜水士も遭難者も上がってきません。潜水士浮上しません。沈没船さらに横転、船内に潜水士が残ってる。人数を確認しろ。救助所を準備しろ。はい。要救助者1名と流れの潜水士6名が浮上。要救助者の生存確認。潜水士1名に異常が見られる。応急処置を頼む。負傷者を搬送しますので船には近づかないでください。潜水士1名負傷、巡視船にて港へ搬送中。ごめんなさい。
またやっちゃったよ。いつも思ってんだけどな、抑えなきゃ抑えなきゃって。え、でも現場目の前にするとアドレナリンがドバッと出てくんだよ。それで真っ先に飛び込んで今日みたいに無茶しちゃうんだよ。自分でコントロール効かねえんだよ。俺がいつも浮上して声張り上げんのは力が余ってるからじゃねえんだよ。解放されてつい叫んでるだけだ。後になって怖くなんだよ。こんなことやってたらいつか死ぬって。だから潜った後はいつも大酒食らうんだよ。それが辞める理由ですか？俺が死ぬのは自業自得だよ。だけどその時バディまで巻き添えにしたら最悪だろ。俺のために辞めるんですか？今日だって危なかったじゃねえか。ガキ扱いしないでください。危ない時は自分で逃げますよ。お前は俺を残して逃げないよ。ないですよ。そりゃないよ別所さん。無茶しようとしたら俺止めますから。ずっと一緒に潜りましょうよ。悪いな長島。やめないでくださいよ別所さん。俺マジで尊敬してんですよ。別所さんが大好きなんだよ。やめないでくれよ別所さん。別所さん。やっぱりあいつら最高のバディですね。ああ、何があっても毎日のトレーニングを欠かさないんだな、お前は。しかし陸上勤務に腹筋はいらんぞ。辞めるその日までは現役ですから。復旧隊の救難活動は確かにやりがいがあるだろう。お前がこだわるのはよくわかる。価値があると思うものにしか興味がない。お前はそういうタイプだ。しかしな池澤、潜り続けられるうちは潜ってもいいんじゃないのか。流れでですか？ここにもそれだけの価値があると思うがな。分かってるんじゃないのか、お前も。
長島が羨ましいよ。俺は言えなかった。あんな風になりふり構わず辞めないでくれって。池澤さんが辞めるのは仕方ないんでしょ。直子さんもほっとしてると思う。私だって池澤さん、どうしてここに。流れ降りる前にお前らのたまり場っていうのを一度見ておこうと思ってな。誰だ。初めて見る人ね。俺は特急隊の人間だ。あそこに戻れないんだったら潜水士を続けていく意味がない。マイナーリーグでやっていくつもりはないんだよ。俺は。俺たちはマイナーリーグですか。違うのか。人を助けるのにメジャーもマイナーもないでしょ。特急隊にいようが流れにいようが同じ潜水士ですよ。生意気なこと言ってくれるな。喧嘩売ってるのは下沢さんでしょ。よし、じゃあ勝負だ。お前にどの程度の能力があるのか俺に見せてくれよ。あれで行くか。わざわざどこかに行くのは時間の無駄だからな。いいですよ、やりましょう。ですか。なんでいちいち裸になるかな。止めないのマスター。止めちゃいかんだろう。あれはカンナちゃんには辛いけどね。33 34 35 36。ありがとうございました。口で言やしたことで済むのによ。どうした。
続けられるうちは潜ってもいいんじゃないのか。ここにもそれだけの価値があると思うな。もう終わりか。安心してください。さすが元特急隊ですね。次千崎。はい、進めよ。どうしたというやり方をした。突然目の前から救助者が消えたら要救助者はパニクるかもしれないぞ。あのまま近づいてしがみつかれるよりパニクってもいいから後ろに回った方が安全だと思いました。池澤さんが救助方法にマニュアルはないと言ったから。よし、いいだろう。バディらしくなってきたな、あの二人。インストラクター？手伝ってくれって頼まれたんだよ。別所さんの知り合いのやってるダイビングスクールだって。仕事で毎日潜ってるのになんで休みの日まで。大輔ちゃん、お前先輩の言うこと聞けないの？俺だって無理やり連れてかれるんですよ。嫌ですよ。もう大輔さん、もう嫌だ。大輔、絶対に嫌だ。行くぞ、ほら、ほら、何が言った？もう勘弁してくださいよ。よろしくお願いします。はい、集合。大丈夫ですか？安心してください。さすが元特急隊ですね。次千崎。はい、進めよ。助けて、助けて、早く助けて。大丈夫でした。大丈夫班長です。今助けます。もう大丈夫ですよ。どうしたというやり方をした。突然目の前から救助者が消えたら要救助者はパニクるかもしれないぞ。あのまま近づいてしがみつかれるよりパニクってもいいから後ろに回った方が安全だと思いました。
池澤さんが救助方法にマニュアルはないと言ったから。よし、いいだろう。バディらしくなってきたな、あの二人。インストラクター？手伝ってくれって頼まれたんだよ。別所さんの知り合いのやってるダイビングスクールだって。仕事で毎日潜ってるのに、なんで休みの日まで。大輔ちゃん、お前先輩の言うこと聞けないの？俺だって無理やり連れてかれるんですよ。うん、嫌ですよ。大輔さん、嫌だ。